はい、交代です。交代の時間です。入る人は、はい、ちゃんとちゃんと言ってください。トゥ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 タタタタトリトリタラタラタタタリタラタラポン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 。参加したいです。どうぞ次の方。どうぞどうぞ。はい、行きますよ。めっちゃこのツイッターのさ、怒ってる猫流れてくるんだけど、なんなの流行り、あれ。え、流行ってる多分。流行りなんだ。可愛いけどね。お子猫と泣いてる猫超流れてくる。可愛い。あいつ可愛い。え？ちょっとーん。ちょっとーん。ちょっとーん。やべ、危ない。しっかり。しっかり。ジビジビジャパジャパズビズビドハドワ。このシャンデラみたいなやつとか使ってる人見たことないけどね。え、たまに見るよ。シャンデラ使うの。あんま見ないけど。たまに。うん、たまに。アブソル良さそうだよね。ね、アブソル良さそう。アブソル良さそう。強い。急に来て、ダダダってやってく。けどなぁ、むっそう。苦手かも。難しいかも。難しいかも。かも。ポケユナに対する知識が薄すぎる。私もない。マジ薄い。ないのになんでやってるんだよ。知識ないけどやるじゃん。ポケモンは好きだからです。そうなんよな。いやー、デデンネ来てくれないか。やっぱ雑魚的で出てくるよな、デデンネって絶対。そうだね。倒される側だよね。辛いんだよな。この薄着のとこにいそう。いや、そうだよね。絶対そうなんだよ。進化しないし。なんかさ、進化しないで強かったらまだあれだけど、デデ。デデダメ。デデダメそう。あれ、わし、上って言ったっけ？下でも忘れたわ。ごめんなさいね。あれ？忘れた。もう覚えてない。もう覚えてないよ。デデンネが出たら一生やるよ。デデンネだけ、うん、もう極めてもう一生やる。超弱かったらどうする。いや、もういいよ、弱くて。もう可愛いから。負けても全然もう苛立ちもせん。可愛いねって。倒されると可哀想だよ。確かに倒されるたびにテテチテって言って倒れてって泣いちゃうかもしんない。泣えるよ。毎回泣きながらやるかもしれない。自分が弱いから倒されるんだ。ごめんねーって。なえる。ねねちゃんごめんねーって。ねねちゃん。あ、死んだ。ねねねちゃんごめんね。やっと出んのよ、デデンネのフィットみたいなやつが。あったね、フィット。嬉しすぎて発狂しちゃったもん。あ、死ぬ。あ、もうニーフィー。お前はこんなちっちゃいのに。イーブイ。やばい、上ボコられます。何もできるわけない、こんなちっちゃいけどだよ。ウィーブイ。もう、ずっとイーブイだよ。やっとイーブイ、やっとイーブイ。わわ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 。見て。ポケフィットを誰持ってこう。
フィットフィットフィットね。ブラッキーとミュートゴーさんがいるんだよね。お写真撮らないといけないんだから、もう発売日に買いに行く絶対。昨日はデカいね。あれいつなの？12とかだった気がするんだよね。土曜日にね。あ、まだなんだ。そう、まだなんだよ。昨日行ったんだよね。昨日さ、こないだ買ったさ、あったじゃん。なんだ？あのミュウがいるさ、フィギュア。うんうんうん。あれ2つ買ったら2つピカチュウ。3ピカ。やばくない？ピカチュウしかいないんかい。え、あれさ、多いのかな。そんなことないよね。だって6個でさ、1個使いたいと思うんで。そんなことない。変な引きしてるかもしんない。やばくない？3つ開けて3個ピカチュウって、もう3個もいらないよ。ちょっとやばいそれ。ピカ様おもろやばいよね。ちょっと引きやばい。ピカチュウに愛された女。いや、そんないらないよね。確かにそんないらんな。なんかどっちかって言ったらダブんないでほしかったね。ダブリが一番嫌よね。うん、そうなんだよ。わかるよ。まだバラバラがいい。どうすることもできない。確かに。メルカリ行きになってしまう。ピカが。ピカかわいそう。やばい、モクロにやられる。やば。帰れ自分。モクロ。モクロにやられるなんてやだ。上にモクロいました。木郎さん、いやだ。ゾロアーク追いかけてくんな、マジで。なんかいっぱいいない？やだ、本当に。あ、こっちだ。強っ。ダシアンとアブするとかやばいね。あ、やばいやばいやばい。あー、来るよね。そうだよね。死んだ。長いって射程が。バカバカ。死んだ死んだ死んだ。死んだ。生きろー。ネビ。やばい。二人やられてる。勝てないよ。これ強くね？うわ、インテレオンムカつく。カメレオンか、これ。インテレオンさん、うん、なんか足速くね。ビヨーンってなんか伸びていなくなっちゃった。怖っ。嫌な気持ち。嫌な気持ちね。じゃあデデンネフィットを待ってるとか人形とかね、あのね、うん、違うんすよ。あの大きさのデデンネが欲しかったんよ。ちっこいやつでしょ。そう、うちのデデンネは高いよね。パツパツなんです。もうあの持ち歩いてるんです私は。え、あれフィットだったらさ、いつもの持ち歩きに入る？え、入る入る、全然入る。入るんだ。ちょうど多分めちゃくちゃいいサイズなのよ。なんか気持ちでかいよね。そう、あの子はあの普通の S サイズのデデンネを持ち歩いてんない。あー、入らない。でかいよ。確かに。お人形ポーチみたいなの、そう、パツパツなのね、いつも入れるの。かわいそうなのよ。なんかむぎゅってなってるもん。そう、顔が潰れてるから。顔潰れちゃってっから。でもめっちゃいいあれかもね、でかさかもね。そう、ビッと本当にめちゃくちゃちょうどいいサイズのデデンネが手に入る。来るわけね。もう絶対もう毎日持ち歩く。襲撃食らってる。レジロ取られる。パパ、あー、デデな。デデかわいい、ほんまに。デデちゃん、デデちゃんかわいすぎる。もう毎日毎日話しかけてる。花じゃん。お花のようにかわいすぎて、おもろすぎる。いい子に育つよ。いい子だよ。枯れちゃうから、うん、超いい子。おもろい。毎日喋ってるの。毎日喋ってます。可愛くてお話出てんの。そうです、可愛いんだって。本当にもう顔見てたら可愛くて可愛くて話しかけたかった。やば、上上やばいよ。でも守れない。さあ、これ痛い。
え、これさ、どうやってみんなあれで帰ってんの？自陣に帰ってんのみんな。それわかんない。自陣になんかさ帰れるじゃん。あなた何でやってる？何でやってるかね。え、コントローラーでしょ。うん、下ボタン長押ししたら帰れない。あ、下ね。いや、なんかあの矢印みたいな、矢印じゃねえや、十字ボタン。なんだろう。え、帰れない。あ、本当だ、変なの出た。帰れないでしょこれ。あー、それね。ゲージ溜まったらヒューンって帰れる。学び。え、何やってるお前。ここへここへ。普通ぐらい初心者なんですよ私たちは。え、そうだよ。え、マジでって思うよね。こういうのため聞いてるぞ。なんかね、さっきカメラを動かしてないって言ってたけど、カメラの動かし方なんて知らないもん。動かし方わかんない。ね、わかんないよ。知らないよ。だから多分ね、みんなが思ってる以上に初心者なんだよね。そういうこと。そう。そういうこと。多分、えって感じだよね、そんなの。多分そう。常識じゃんみたいな。当たり前にやってることを知らないっていう。そっちは知らないから。いいんです、ポケモンが可愛ければ。うわ、怒られた、うぜえ。ニーフィアタンが可愛いから許してやってください。やろ、なんて。ね、使わない。マジで使えない。思ってる以上に初心者だった。そういうこと。おもろすぎる。この時間。ゲーム何時間？え、これプレイ時間何なんだろう？わかんねえ。どうやって見るの？スイッチのあれで見れるか。多分スイッチのあれで見るしかない。ちょっと見てみよう。え、でも多分ね、どんぐらいがやってんのかもわかんないしな。でもなんかやってる割に、ね、何も知らない。それあるよね。そういうのあるよね。わかるわかる。なんか、ポケユーナの人じゃないし、なんかあんまり調べないから本当に知らないのよ。それだよ。あ、取られた。ラスト惜しいも。あ、やばい、怒られる。自分もなんかさ、プレイ時間さ、フォートナイトえぐいんだけどさ、うん、建築できないもん。え、それおもろい。建築しないでもなんだかんだ楽しいの。でもさ、ボコられない？いや、ボコられはする。なんかパソコンの人来たらボコられる、うん、あー、まあ早いもんね。そう、マウサーの方が早いかも。マウサーの人が建築したらもう無理だけど、スイッチ同士っぽかったら勝てるよ、うん、確かに。全然キーマウだとね、強そうではある。そう、ボコンコンされてる。エキスパーカムで勘違いされがちかも。エキスパぐらいまで行ったらもうあれなの、基礎っていうか大体知ってる人みたいな。だって知らんけどそのままなんか上がっていってしまったんや。上がっていくよね。なんか運じゃん。なんか味方のね、運とかもあるし。